にちは。スターガイズ求人動画をご覧の皆さん、ギャツビーのレンです。ギャツビーのユウです。ギャツビーのキッチです。よいしょ。ですね、はい、まあ、このギャツビーはまあほぼ新店なんですけど、うん、まあ、新店でオープニングをこうみんなでやっていく中で、まあ、仲いいっていうのがまず一番の取り柄かなって思うんですけど。いいですね、従業員同士がね、なんかつなぐが結構バチバチしてる店とか多いイメージなんですけど、ホストクラブって、うん、ね、営業終わりにこんなに遊びに行くんだっていう。まあ、ね、ここで遊ぶからね。ここで遊びますね。ここで遊ぶしかね、コンビニの前で6時間は行けますからね。長い長い、そうそうそう、田舎感が半端ない。遊ぶ時はきちんと遊んで、遊仕事する時はきちんと仕事するっていう、うん、メリハリをねしっかりしてる。まあ、してますね。勉強でも大事ですもん。大事大事大事だよ。そういうとこちゃんとしてるのがすごいいいなって僕思ったんですけど、うん、この店で。いや、いいっすよね。本当に多い、そういうのがすごくいい。で、オープニングならではだけど、うん、やっぱ未経験のホストもやっぱ多い中で、多いですね。まあでもこの横にいるイケメンのね、このゆうくんも未経験でこうギャツビーに入ってきてくれたんだけど、はい、未経験になりました。まあね、すごいね、あのやっぱ先輩方が多い、うん、いい先輩もすごく逆になんかね、悪いところがない、だから大きく出たな。あ、すげえ。違う違う違う、僕が悪いところじゃなくて、すげえ上げられてたもんね。どうしよう、なんで今俺のアピールしたんですか今。全然、あのすごい未経験の人にとってはすごいやりやすい環境を整ってるんですよね。うん、なぜかと言ったら、やっぱりあの事細かくメイキングで教えてくれるやり方とか、あとはやっぱり助けてくれる人がすごく上手で、あとは働きやすいかな、うん、うん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 って感じですかね。僕は、はい、やっぱ未経験なんで、でしゃりもこっちなんで。そっちは助けないんだよね。あ、こっちは助けない。そっちは助けない。まあこのとこが雨にムチみたいな、雨にムチみたいな、うん、的なテキーラね。テキーラ飲む？はい、でもまあ見てて分かると思うんですけど、はい、まあやっぱ何？アットホーム感？そうですね。そういうのはやっぱキイチがうまいこと説明してくれるんじゃないかな。うん、いやーどうなんですよ。でもやっぱ歌舞伎とかって結構大きいイメージがあるんですけど、箱とかも、うん、そのうち中箱なんですけど、中箱ならではの従業員もお客さんも距離が近い、あのアットホームな、うん、すごいね、フレンドリーな感じでみんな仲良くやってね、すごい。やっぱあんまり仲悪くてもね、仕事として楽しくないし、楽しくないですよね。っていうのでね、うん、みんな仲良くやっていこうよみたいな、うんうん、っていう感じでやってるんですけど、うん、そうっすね。だよね、やっぱいいっすよね、アットホームか、全然大事か、大事。よく上下関係とかでも僕ね、怖かったりとかなかった？僕はないっすね。なんかすごい怖いイメージあったんですけど、言わせてるか半端ない。俺が言わせてる圧力。全然全然、本当にあのね、厳しくないっすね。全然なんかすごい、お前あれやあれやれよこれやれよとか、なんか理不尽な、なんかそういうのも全然ないし、ただそういうまあね、ちゃんとするとこはちゃんとして、やっぱ先輩だし、すごいしているなと思って、だからすごい見習える上下関係かな、もう本当理想の、うん、かなと僕思ったんですね、入って。最低限挨拶だけでもね、そうできれば、うん、もう全然大丈夫ですね。挨拶はでも大事、大事大事だよね、本当に大事。そんぐらいですかね、うん、僕は上下関係はとりあえず他の店よりは絶対に、ほら怒られるんだろうなってみたいなことであっても、すごく真剣に向き合ってくれる人たちがいっぱいいるのが、はい、いいかなと思います。はい、じゃあそろそろ時間かな、つかね、ゆうくん閉めちゃう、閉めちゃう、いっちゃう、いや、すごい、次にナンバーワンになるのは君だ、かっこいい。ギャツビーでした、ギャツビーでした。